はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。秋子様、ひとり様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。日本改革党各支部長は立候補書類早く送るように、それともですね、選挙候補自分で作れんの？おー、そんならいいけどさ、ぐずぐずしてると困んの、自分だからね。あとですね、街頭活動の告知をですね、1時間前とか2時間前にやったんじゃ、まあ私もね、たまに応援に行こうかな、思ってるんですけど、間に合わねえんですよね。あと告知の時間1時間では応援に来てくれる人も来れねえよ、ほんなんじゃ。選挙ポスター貼りであるとか、ポスティングボランティアさんの囲い込み競争、支部長の間でしなくちゃいけないんだわな。ポスティングボランティアさん多ければ多いほど自分が有利になるし、そのためには外宣とか政治活動に、来てもらわなくちゃいけないし、なんで1時間前に何時からやりますなんて告知すんだって話なんですよね。ちょっと理解できないところがあります。小言です、これは。支部長に向けての一人世帯の靴沢の去年1月の電気代が2万円でした。2万60円とかだった。今年1月は2万6000円の請求来てました。過去最高であります。去年の1月はですね、抗がん剤の治療中で、ずっと部屋で、暖房を強くして震えていました。なんかこう、抗がん剤って何もかも活動が落ちんだよね。体中の細胞の活動が落ちて、寒くてブルブル震えてたんで、ずっとですね、日中も、24度ぐらい、夜中も24度ぐらいにしないと、ずっと24度ぐらいにしてないと寝れないみたいな感じでね、2万円請求来て驚いたんですけど、しゃあないなぁ、思ってたんですけれども、今年はもっと高かった。東電エリアは春から今より 28.6% 3割上がるってことで3万円超えそうだな。半原発の連中のせいだな、これな。憎いなと思います。コラボ情報更新。コラボ代表ニート無能さん、アパホテルはヘイト企業、その後もしつこく連呼してもう行かねえであるとか、散々悪口かましてたんですけれども、コラボは東横インとシェルター利用で提携、寄付もしてもらっていたことが判明いたしました。これ東横インに忖度してアパの営業を妨害してた可能性ありますね。疑惑は深まった。今まで利用したことないんですけど、私今後も東横インを使わないようにしようと。共産党と関係が深いコラボと関係が深い東横インと、いうことで、あとね、韓国の正義連っていう慰安婦支援団体とも関係が深いコラボと関係が深い東横インと、俺なんか止まったら夜中に闇討ちされるかもしれないから、とってもいけないですね。東横イン2使えないとこが追加になりましたけど、あと花王とかね、行けるとこが一つ追加。ロッテリアを全焼に売却4月付け。前哨はですね、スキヤ、ナカウ、ココスなどを展開する外食大手であります。ネットの反応です。やっと食いに行けるように、美味しくなるといいな。牛丼バーガー待ったなし。前哨リアに変わるんかな。大穴でスキヤリア。なんだそれ。お荷物だから売却したんだろう。ロッテリアうまくないし。ココスリアに改名と。4月1日付で韓国企業じゃなくなるロッテリア。まあ、しばらく経ったら行ってみようかな。すぐには、中の人変わんねえから、いがんねえな。ちょっと思っております。2020年9月出版、岸田ビジョン。っていう本書いてたんだって、岸田文雄。岸田文雄、小学校1年から3年までをニューヨークのパブリックスクールで過ごすと。白人、女性生徒、白人の女の子が自分と手をつないでくれない苦い経験をしたと、クラスで動物園に行った時の話が紹介されています。教師から隣の子と手をつなぐように指示があり、岸田少年は隣にいた白人の女の子と手をつなごうとしたそうです。しかし彼女は眉を潜め一向に手をつないでくれなかったというのです。その時の彼女の表情を岸田氏は今でも鮮明に覚えており、この出来事が政治家を志した原点だというのです。ネットの反応です。
それ差別と違うんだよ。肝がられただけなのでは。個人的に嫌われてただけじゃね。よくある陰キャ差別、手が汗でべちゃべちゃっぽいもんね、何も考えず世襲しただけだろうが、てめえが政治家やってんのは世襲しただけだろうが、日本人だからじゃなくて岸田だからだろう。お前がキモかっただけ、意見多数。まあその通りだと思いますけれども、自分に原因があると思わず差別に原因を見出す卑怯者、まるで横の国の連中のような。白人の女の子はそういう卑しい人間性を見抜いていたんでは、あとは本頭悪いとことかね。2022年度末、岸田総理、なんで総理執務室で話した内容がすぐに外に漏れるんだ、激怒。年末キーウ訪問を具体的に検討する極秘打ち合わせの一部が外部流出していたことに起こった。ああです、ネットの話、息子に聞いてみろよ、息子に聞けよ、息子が漏らしてるぞ、バカ息子いたでしょ、人望がないからでは。答え、嫌われているから。そりゃスパイがいるからに決まってる。なんですぐに外に漏れるんだという発言もすぐに漏れるという。盗聴器か、口の辛いバカ息子か、オフレコでペラペラする秘書官、が犯人。なんですぐ漏れるんだ、怒ったこともすぐ漏れてて、大爆笑とともにですね、我が国の未来が心配になります。こんな脇の甘い総理が、総理で永遠だろうか。こんな脇甘くて永遠だろうか。秘密ダダ漏れ鑑定。犯人は息子、意見大型です。翔太郎の政治家デビューはなくなったかもね、これね。異次元の新資本主義バカ息子っていうことでね、早くスパイ募集を作れっつうの。現状の特定秘密保護法は主に軍事機密に限られてんですよね、今んとこ。早くスパイ募集を作れっつうの。息子が逮捕されるから嫌なんかな。ペラペラのバカ息子が逮捕されちゃうからスパイ募集を作るの嫌なのかな。日本政府、謎気球は撃墜を検討。シーカズを、気球の問題は話し合いで解決するべきだ。自党の党員を問答無用で除名したくせに、何言ってやがん、と評判になっておりました。ネットの話、党員と話で気球を除名。党員には問答無用のくせに話し合いとか草。どこの気球かも不明なのに、誰と話し合うの。気球に話しかけるに決まっとるやろ。気球が代表選挙を主張したらどうすんの。自分の党内では問答無用で過剰防衛したような、独裁政党の独裁者が根元抜かすな。息を吐くように嘘をつく日本共産党。批判した党員を除名してましたよね。異論を許さない奴がよく言うわ。なんか話し合いせずに追い出してたよね。私が防衛大臣なら話し合いで解決。なんてことにはなりっこないから、まあ好き勝手言えますよね。シーカズオのツイッターのフォローはゼロですよ。フォロワーは22万ぐらいいたかな。つまり誰の意見も聞かないってことですね。フォローしてんのがゼロなんだから。誰の発言も見たくないってことだな。これは代表選挙やったら批判した党員一筋49年を党への攻撃だとして問答無用で除名したことからも明らかであります。誰とも話し合う気がない。今年で独裁23年目。独裁者やってっとイエスマンに囲まれて年々バカが加速していくんだろうか。今日も元気にですね、除名は当然って言ってんだから治療不可能ですよ。つい4時間前の、投稿であります。高専生、の採用で党内で一度も提起しなかった党員が時間をかけた出版物を外部で交換して党を批判すれば、どの組織においてであれ、どの組織においてであれ、除名されて当然である。除名は当然と。これ党内で一度もそういう話しなかったのかっていうことなんですよね。党員一筋、共産党員一筋49年、その間内部で散々代表選挙やりましょうよって言ってたんだけど、相手にされなかったので仕方なく出版って形取ったと私は思ってるんですけどね。ネットの話、表現の不自由、まさに独裁者、ようやく邪魔だから除名した。よく自民は独裁とか言えるな。ダブルスタンダード、うまいな。多様性を叫ぶ奴らが一番独裁なきゃ。こんなのが気球問題は軍備で構えず話し合いの努力とか言ってんだから大笑いや。バカは死ななきゃ治らない。バカにつける薬をバカは飲んでしまう。結論、共産主義者は
治療不可能、予後不良ということで、関わんない方がいいな。こんながバカなこと言ってるわってバカにすんないですけど、正面切ってやり合っても得るもの何にもないですから。向こうは全然話し合ってねえからね。慰安婦、徴用工、童話、アイヌ、若年被害女性に続く、これね、若年被害女性ってホストにハマって風俗やってるっていうバカな、このこと指すみたいですけど、弱者創造で公金中中スキーム、次に狙うのは LGBT と同性婚に確定です。強きを助け弱きをくじく、日弁連速やかな同性婚法制化を求める声明出しました。ネットの反応です。これは日弁連という団体として出すべきコメントなの？スパイ防止法に引っかかりそうな団体に限って LGBT 差別禁止法案を議論もさせずに、拙速に法制化させようとしている。同性婚を認めていない国の方が圧倒的に多いぞ。こいつら活動家であって法律家ではない。日弁連が推進するなら反対。声明ではですね、同性婚を認めないのは幸福を追求する、幸福追求を保障する憲法13条と法の下の平等を謳う憲法14条に反するって言ってんですけど、この弁護士どもは、憲法24条、婚姻は両性の合意に基づくは都合よく無視と。これは見えないことなんですよ。同じ憲法でですね、自分らに都合いいところだけ引っ張り出して応援叫ぶ、卑怯卑劣の二枚舌。日弁連が推進するなら、日本と日本人にとってやってはいけない悪いことってすぐわかんだよね。あとですね、G7 で同性婚を認めてないのは日本だけとも言ってんですけど、弁護士、日弁連、G7 で憲法9条なんて変なもんあるの日本だけだし、スパイ防止法ねえのは日本だけだし、外国人生活保護やってんのも日本だけ。こういう点には絶対に触れない二枚舌と。日弁連に加盟しないと弁護士業務できないって法律そろそろ変えたら？日弁連が発表することは弁護士の総意では決してないですからね。死刑廃止だって、死刑廃止に反対する弁護士のが若干上回ってんだから。日弁連は廃止ばっかり言ってるもんね。でも日弁連が発表すると、廃止すべきとか言うと弁護士全員が反対して廃止に賛成してるって思われちゃうんですよね。ここもそろそろ学術会議みたいにぶったたくべきでは。やり方簡単ですよ。やりたい人は、入りたい人は入れば、入んなくても弁護士業務できるよって変えちゃえばいい。たちまち力を失います。 NHK がスクランブルにすればすぐに崩壊するようなもんですわ。見たい人だけ金払えばっていう風にすれば NHK すぐ崩壊します。売り上げ半分以下になりますんでね。朝日新聞もですね、じわ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 じり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 最盛期の売り上げ半分以下になってるんですけれども、なかなかくたばんねえね。あそこ不動産いっぱい持ってるからね。残念であります。私が生きてる間に朝日新聞と NHK の崩壊が見たいものだな。というわけで、どういうわけで、メール党員さん大募集であります。日本改革党メール党員さん大募集であります。たまにメール党員限定イベントなんかもやっております。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。